今回で、えー、チャコラジ、無事、配信100回記念を迎えました <laughs> はい、その、祝杯をあげています。まあ、といってもね、中杯飲んでるだけなんですけど。で、今日は、まあ、雑談会ということで、まあ、サクッとね、お話ししたいと思います。で、別になんかね、企画とかを考えているわけじゃなくて、あんまなんか、通過点としか考えていないので <laughs>、はい。えー、直近でね、 ちょうどこの100回記念にふさわしそうなあの出来事があったので本日はまたいつもみたいに雑談会恒例のテーマを設けまして、えー、これについて喋りたいと思いますズバリ好きなことを続けるということこれについてある二人の有名人の引退このお話をちょっと引き合いに出しつつまあ私の持論をねお話ししようかなと思っていますでは今日もゆったりとよろしくお願いします 早いものでというか、個人的にはね、もっとハイペースで本当は行きたいんですが、まあ、ようやっと100回記念ということで、チャコラジ始まって1年ちょいですかね。で、100回行けたので、まあ、本来週1ペースで出してるラジオとして、100回っていうのは、まあまあ頑張ったんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、最近もボカロシリーズで、あの、1週間、ほぼ毎日更新してみたり、 基本週一ペースはやりつつ、なんかたまにバーっと出すっていう風で、なるべくたくさん配信したいっていうのがあって、まあでも一本一本のなんかクオリティっていうのは絶対下げないように、満足いくレベルのクオリティで、かつ出せそうな時はもう一気に放出するっていう風で、どんどん回を重ねてね、とにかくコンテンツの数を増やしたいっていうのがあるので、まあ早く1000回ぐらい行きたいなって思ってるんで、<laughs> ようやくその10分の1ぐらい達成できて、 やったーっていう感じなので、まあ今適当に喋っておりますが。で、今日はですね、その私が今回継続した結果としてやっと100回たどり着いたっていうことなので、えー、今日は好きなことを続けるっていうね、このちょっとデカめのテーマ、そしてややなんか <laughs>、あの、私の人格が出そうな価値観とか、そういう思想がよく出そうなテーマとして、えー、これ持ってきました。でね、まあ、言うて雑談なんで、ちょっと最近あったことを 絡めつつ喋りたい。なんか、ちゃんとラジオっぽい感じで喋りたいなって思うんですけど、あのね、何かっていうと、直近で VTuber の引退配信を見まして、で、それが未来あかりさんっていう方なんですね。その日に夜ツイッターで、あのね、まさかのタイミングだったんだけど、あと2分後に始まります。みたいな、えー、予告ツイートを見て、え、今日引退なんだって思って、 まあ、ちょっと今暇あっていうか、あのね、その直後に、もうラジオ、ラジオ収録を一本やろうと思ってて、作業部屋に行こっかなーって思ったら、それを見つけて、まあ、収録する前に5分ぐらい見よっかなーって思って、最後出していいと思って、ね、えー、見たんですが、結局ね、私2時間見ちゃって、丸々2時間。えー、8時からスタートだったんですけど、 10時ちょっと過ぎまでやってて、全部見てしまったっていうことなんで、で、それ見つつ、なんか最初はね、うるせえなっていうか <laughs>、あの、結構、キャンキャン、噛んだかい声で、ハロー、未来明かりだよーって言って挨拶するタイプのね、明るいキャラなんですけど、まあまあ、あの、挨拶は特にね。で、最初うるさかったんで、もう10分ぐらいでさ、うるせえなと思いながら <laughs>、 <laughs> まあ、多分人が集まるのは待ってるんですけど、それ、まあ、ちょっとね、音小さくして <laughs>、あの別の作業とかしながら、まあ見続けてたらですね、でなんか、えっ、ー、と最後にね、その視聴者と喋る、VR 空間でミライあかりちゃんと視聴者さん各部屋になんか50人とか、最後の部屋は80人とか詰めて、 実際にボイスチャットするっていうのをやってたので、で、それを初めて見るんで、面白そうだなと思って、見続けたら最後まで見ちゃったっていう感じなんですけど、ちょっと今日はね、その話まず最初に思いっきりしたいなと思ってて。あーで、ちなみになんですけど、えー、私 VTuber 全然本当にほぼ見なくって、えーと、ただですね、未来あかりさんは割と最初の方、デビューしてい、 一年ぐらいかな、とかの動画を、なんか一時期ハマっちゃってね、遡ってみたとか、それぐらいしかほぼ知りません。で、ミライアカリさん、3回衣装チェンジしてるらしいんですけど、この現在までに。で、今3代目の衣装だったらしいんですが、あの、だから私初代の衣装しか知らなくて、で、今回引退の配信見たらさ、え、なんかちょっと昔と雰囲気違うなーっと思って、なんかモデルチェンジしたらしくて、ね、っていうぐらい、 最近の配信なんか全く見てない。あの、配信っていうか、あの人動画ばっか出してた方ですけど、全然見てなかったんで、何も知らんのですけど、ただ、あのね、どこに惹かれてたかっていうと、えー、ちょっと人間臭い感じちょっとコミュ障的な、多分実際はね、実際はっていうか、傍から見てるとコミュ障感はすごい少ないんだけど、でもなんか、気持ちとして、本人の気持ちとして、ちょっと人とがっつりわーってやるのは、本当はちょっと、 えっと、気を使うタイプなんだなーっていうのがわかる、えー、話しぶりだったり、あとね、結構衝撃だったんですけど、あの、がっつり女性の声なんですが、あのー、下ネタをね、バンバン言うタイプなんですよね。なんか、しかも企業税なんですけど、この、ミラヤカリさんは。なのに、割となんかおっぱいとかさ、<laughs> えー、結構どしもなことをボーンって言ったりして、で、それで、 なんかその、ちょっと、エロティックに言うわけではなくて、まあ、そういう風に、やるときもあるけど、基本なんかおっさんのノリで、おっぱいおっぱいみたいな感じの人なんで、結構面白いなと思って。<laughs> 親近感湧いたなと思って、そっから割とね、動画一時期見てたんですけど、ま、あそれぐらいの認識です。で、どうだからね、それぐらいしかマジで知らん。他の、えー、VTuber してんのみたいな人はね、えー、名前全員言えるかな私。 キズナアイさんと、えー、と、ノジャロリさんあの、えー、と、バビ肉をね、するきっかけになった中の人が、声が、あの、男性の方ノジャロリさんと、えー、家具やるなさんはわかるとさすがに。と、えーとね、名前が出てこないんだけど、あの、白イルカみたいな笑い声の子。あの、髪の毛白い子。なんとか白ちゃんなんとか、なんとか白ちゃんじゃなかったっけな。 とえ今何人言ったあ、と未来らあかりちゃんか。あれ ?5 人いるんだっけなんか、キズナアイさんはもう、あの、殿堂入りみたいな、チャンピオンみたいな立ち位置で、その他に4人いるっていう感じだったっけなちょっと、しろちゃんがわかんないけど。はい。まあ、っていうぐらい、なんかそれが言えるか言えないかくらいの認識なので、私は全然 VTuber の文化とかわからないんですけど、まあでも、昔ね、一時期、その、 動画見てたから、ミライアカリさんの、まあ、今回見たっていう感じなんですけど、あのね、ほんで、えっ、ー、と、最近やってたのか知らないんですけど、その、途中で VR チャット、VRC って略すらしいんですけど、その、バーチャル空間に行って、えっ、ー、と、視聴者と喋るっていうのと、あと、普通にスタジオ撮影、その、えっ、ー、と、繰り返し、行き来をしてたんです。 で、最初スタジオトークっていうかなんかちゃんとセットがあって、で、なんかソファーに座って喋ってたんですけど、あのね、まあ、最初は、こう、今回、まあ、ツイッターでも告知した通り、今日、えー、3月31日をもって、えー、2023年ね、3月31日をもって、私は VTuber としてのミライアカリを、まあ、活動を終えることになりました、というふうに言ってて、まあ、その説明みたいなのをしてたんですけど、で、 えっと、そこで何て言うかなーっていうのを私は結構耳をそば立てて聞いてたんです。要は、本当のこと言うかなーと思って。割と本音を言うタイプの人だったので、こういう生配信ではどういうふうなスタンスで喋るんだろうって思ってたらね、<laughs> めっちゃ面白かったんですけど <laughs>。あのね、ま。結論から言うと、この引退はご自身の、えー、と意思で辞めるっていうふに決めたんだけど、正直未練タラタラだっていうことで、 それは、あのね、よく言ったなと思ったんですけど、もう後で怒られるのを覚悟で言ったのかもしれないですけど、その、今の、なんか、事務所わかんない。所属がなんか、あ、企業さんか。その今、所属してる、その、親ですよね。企業さん、ちょ、どこか、バンダイって言ってたかなか、どっかなんですけど、で、そこに移ってから、なんか前も別に企業税だったんだけど、<laughs> 今のところになってから余計に、その、ちょっと自由がなくて、で、それはいい意味でも悪い意味でも、その、ね、自分を守ってくれるっていう意味でもきっと機能してたでしょうし、ただ、その自分が本当にやりたいことができなくなってしまってきていて、面白くないのに笑ったり、自分がやりたくないことなのに企画だからっていうことでやるっていうのが、 その、まあ自分のことが人形みたいに思えてきたっていうふうで、それが苦しくなってきちゃったし、うん、そういう意味でちょっと自分を解放してあげたいというか、うん、っていうみたいな趣旨で喋ってらして、だから本当は続けたかった。未来明かりとしてのキャラクターとしてはあり続けたかったんだけど、うんと、企業勢としてこの形で、今までのクオリティでなんか動画を作っていくとかっていうのを考えたら、 え、企業のもとでやっていくのは到底無理だ。自分の気持ちに嘘をつくことはできないっていうことで、まあ、不本意だけども辞めるっていう決断に至ったと。まあそこまでにはその事務所っていうか、その何企業さんとやりとりはすごいあったけど、まあこういう結論になりましたってことですいませんって言ってたわけですよ。でですね、まあちょっと、ちょっとだけ締めっぽいなっていうのはあったんですけど、まあ基本なんかさ、あの、多分ですよ。 これは私はほんとちょこっとしか見てないので、あんまり大きな口で言えないんですけど、多分未来あかりさんってすごい、なんて言うんですかね、気使いだと思うんですよ。で、自分のやりたいことももちろんあるんだろうけど、でもなんか企業さんのことを考えるととか、なんか完全に相手を悪、悪者だとして、急断することも、 したくないっていう結構優しいか感じというか、まあ、平和主義な方なので、結構ユーモアに消化して、その辺を喋ってたんですよ <laughs>。で、かつ、なんだろう、うでもね、言いたいことは言ってた気がしますね。なんか、本当は、こうこうこういうイベントをやりたかったんだよね、最後にとか言って、なんか去年の11月、2022年の11月に、5周年ライブをやったらしいんですよ。で、その時には、このまま続けていくと思ってたから、 6周年もよろしくみたいな感じで言ってたらしいんですけど <laughs>、それで半年経ったらこのざまですよみたいな感じで、あの、あの6周年頑張ろうって言ったのは何だったんだみたいな感じで、すごい、あの、まあ、ちょっとユーモア込みでね、あの、怒り散らかしていてで、めちゃくちゃ面白かったんですけど、ま、なんか最後まで、なんていうんですかね、言いたい、不満は言うけど <laughs>、 <laughs> ちょっと面白くやってて、エンタメ交えながらやってて、ああやっぱりプロだなと思いながら見てたんです。でね、VR チャットの話もね面白かったんで、ちょっとしたいんですけど。<laughs> えっと、私、まず VR チャットの様子を初めて見た、そういうなんか VTuber さんが、えっ、ー、と、そのルームの中になんか部屋を作るんですよ。こう仮想空間。部屋を作って、その部屋の中に、こう、画面としてはね、一人称視点で、未来あかりさん視点で、その目線、 の先に、こう、視聴者さんのいろんなたくさんのアバターが、バーッと広がっていて、囲まれる感じなんですよね。で、えー、っと、あかりちゃんが、その、各、皆さんのアバターに近づいていって、あの、こんにちはとか言うと、向こう側がマイクが使えたら喋ってくれるっていう、そのやりとりを私たちは見られたわけなんですけど、で、それがね、えー、っと、まず VR チャットに入る前に、一応説明がちゃんとあって、マックス5 0人まで入れますとか、 ま、配信中、結局ね、4回ぐらいかな。部屋を取り直してて、ま、その URL をコメント欄に貼って、先着で入れた人が、その部屋の中に入れますよ、とか。で、たくさんの人を入れたいから、2回目のお部屋に入るのはご遠慮ください、とか。言ってて、みんなちゃんと守ってるわけですよ。同じ人がね、2回も、別の部屋に入ってくるってことは、結局多分なかったと思いますし、民度いいなと思って。で、えっとね、その注意事項の最後に、あまりにもなんか、 公助両俗に反する、なんか過激な発言するとか言うので、ちょっと悪意があるなっていう場合は、スタッフがキック、追い出す、えー、その部屋からね、強制的に出すっていう処置をすることがありますって言って、で、その、その説明した時にあかりちゃんが、今日は何人キックするかなーって言ったんですよ <laughs>。え、そんなにやばいの普段の、あれと思って。で、思ってたらね、結局ね、えっ、ー、と、その4回やって、だから200人くらい、その、 ええと、自由にマイクが聞く状態の空間でね。で、その、何万人も、結局ね、常時2万人ぐらい見てたと思うんですけど、その2万人にね、配信される空間の中に選ばれた人たちが、なんかそう嵐行為っていうのは誰もいなくて、で、話しかける人、話しかける人、みんなさ、もうめちゃくちゃあったかかったわけ。誰か一人くらいさ、なんかちょっと遊び半分で入ってくるアホがいるんじゃないかなって私思ってたんだけど、全然そんなことなかった。 もう、みんなよ、もう半泣きでさ、えっ、ー、と、その、ものすごい、まずコメント欄のね、倍率の中で、その、え、URL を踏んで、で、無事 VR チャットの中に入れましたと。で、あかりちゃんに近づいていって、でもさ、50人ぐらい一気に周りにブワーってアバターがあるから、あかりちゃんが、その自分を選んでくれるかわからないわけですよ。もう、運だから。 で、あかりちゃんが、ちょっとなんかたまたまね、目に入ったキャラクターで、こんにちは、だるだるさんこんにちは、とか言って話しかけて、それで初めてやっと自分の、えー、っと、何喋るターンが与えられるっていうことで、もうみんなドキドキして待ってるわけ。で、ほとんどの人が、あの、もうあれだった、未来あかりさん、あなたの,あのおかげで、 あのね、VR チャットを始める。その空間に入るためにはね、アバターが必要だったり、まぁ、あ、いろいろするらしいんですけど、あなたの配信を見たのをきっかけに、えー、VR チャット始めましたとかね、えー、すごい人だとさ、あなたがきっかけで、その、アバターのモデリングを始めました。その勉強を始めましたとか、あるいは今勉強してる最中ですとか、いう人がいたり、えーとね、もっとすごかったのね、えっ、ー、と、あなたの、あなたがきっかけで、その、今、 VTuber とか、その、ライバーさんとかを追いかける専門雑誌で、あ専門のウェブ記事かななんか、なんかで、ライターをやってますっていう人とかいて、みんなえぇ、ー、ってなったりさ。で、あとどういう経緯か忘れたけど、あなたがきっかけで結婚できましたっていう人もいたりしてね。多分、その共通のなんか趣味かなんかがきっかけなのだったかなちょっと、あの、声が埋もれちゃってあんまり聞き取れなかったんですけど、 で、それで、あの、視聴者同士が、えそうなんですか、おめでとうございますっていう、なんか、あの、移動型、ね、立ち話が聞こえるみたいなのもね、放送に乗ったりして面白かったんですけど、なんかそういうあったかいリスナーさんばっかりで、すごい素敵だなってのはありました。で、<laughs> めっちゃ面白い流れがあってさ。 これごめんね、今。全然好きなことを続けるっていうテーマと関係ない雑談の話してるんですけど、単純にこのね、未来あかりさんの引退配信が面白かったんで、その話したいなって思って喋ってるんですけど、えーとね、めっちゃ面白かったのさ<笑><笑>えっと、みんなアバターがむちゃくちゃなわけよ。もう、未来あかりちゃんのは、すごい 3D のね、がっつりしたイラスト、プロが描いてるイラストなんだけど、そういうのもあれば、えーと、ちゃんと、なんていうの、二次元っぽい、そういう、 えっと、モデルに向いてる美少女アバターの人もいるんだけど <laughs>。えっとさ、なんていうのもう、ゆるキャラみたいな、マスコットキャラみたいなの人もいっぱいいるし、その中に、あの、ムキムキマッチョの男性のアバター使ってる人がいたの。で、なんかね、レオタードみたいなピチピチのスーツ着てたんですよ、そのアバターがね。ね。<laughs> そんで、その人と喋ってる時に、あかりちゃんが <laughs>、 <laughs> 乳首立ってません <laughs> って言って <laughs>。ムキムキスーツのアバターの人がね、あの、その乳首までぴっちり、あの、ピタってしてるスーツだったわけですよ <laughs>。ね。<laughs> 誰も他の人そんなこと気にしてないのにさ <laughs>。あがりちゃんはそこに目をつけて <laughs>。乳首すごいですね <laughs>。で。<laughs> <で笑>あの、なんかさ、 割と最後の配信だから、この VR チャット自体も最後なわけですよ。だから、あの、喋る人喋る人みんなさ、あの、今までありがとうございましたとか、もう本当にあなたのおかげですっていう、ちょっと、その、寂しい流れなわけなんだけど、その、乳首の話を入れて、あかりちゃんが <laughs>、その、乳首アバターの人に <laughs>、あの <laughs>、えーっとね、なんて言ってたっけあ、なんか、 その乳首が、なんつってたかなその乳首が下を向いた時は、明かりが、明かりも下を向いてると思ってください。なんだっけななんか意味わかんないこと言ってて。何言ってんだ。で、極めつけが、乳首乳首って。大声で叫んでて。ほんでさ、コメント欄がさ、 tkb, tkb, って湧いてるわけよ。<laughs> バカじゃないのって思って。で <laughs>、ね、その、じ軸部アバターの人さ、たまたまさ、多分声、声出せない NG の人で、その人自体は喋らないんだけど、その周りで聞いてるさ、他の人たちがさ、ボイスチャットに載せてさ、めっちゃ笑ってんの。<laughs> え、あかりちゃんえみたいな感じでドヨドヨしてて。 めちゃくちゃ面白くって。<laughs> なんだこれって乳首じゃねえんだよ。<laughs> あ、どれもあった。おっぱいもあった。おっぱいの。おっぱいもあったわ。爆乳アバターの人出てきてさ、何人かいたんだけど、<laughs> ついに拾っちゃって、おっぱ、おっぱいみたいなんで、めっちゃ盛り上がってて。で、おっぱは、あれだから、あのー、韓国語で、 お兄ちゃんを意味する単語だから、あっかり別に、卑猥なこと言ってないし、とか言って。<laughs> おっぱおっぱさんみんなで一緒に、あ、違うわ。OPPA だわ。OPPA!OPPA! とか言ってて、もうバカかっていう。<laughs> めちゃくちゃ楽しいわ、と思ってさ。いや、ラストの配信であれをやってくれるの最高ですね。そういうとこなんですよ。私が彼女を好きだ、好きなっていうか、あの、なんていう、と当初ね、その動画を見てた理由というか、それが、 今回のラストの配信でも見れてめっちゃ面白かったです。で、えっ、ー、と、この配信はね、ログ、アーカイブ自体がですね、確か残るって言ってた気がする。ただですね、なんか、その、えっ、ー、と、視聴者さんのアバターの中に、なんか、半券に引っかかる、なんか、既存のキャラクターとか、なんか、感化を多分使ったアバターが映り込んでたらしくって、それの処理がちょっと、編集が必要だから、 <laughs> 配信直後にはアーカイブはあげられないっていう風に、なんかスタッフさんから耳打ちされたらしくって、ああ、そうなんだ。じゃあ今すぐは見れないんだって言った後にさ、こういうとこなんだよとか言ってて、企業税ってそういうことみたいな風にめっちゃ怒ってて、それも面白かったんだけど。だからいろいろあるんですよね、本当に。あの、企業税ならではの、その縛り。ね。我々が感じることのできない縛り。あれも言ってたわ。 なんかさ最後の日なのにね3月31日が最後の日なのにでその日3月31日に YouTube のメンバーシップあの課金するやつねもう終わるのにその配信中にさ新規でメンバーシップ入りました入りましたっていう通知がブワーっとコメント欄に流れるわけですよだから入会したとしてもメンバーシップに入ってるってことになるのは今日1日だけなんですよその日1日だけなのにメンバー新規メンバー加入が止まらないとで あの <laughs>、とか、投げ銭も止まらないわけですよ。もうみんなお金大事に使ってって未来あかりちゃんが言ってて、ありがとうなんだけど、返せないよって言ってたんだけど、ただ、その,そのね、投げ銭が止まらない中であかりちゃんが、うちには、あちゃは、私には一銭も入らないんだけどね、って言ってて、それは企業税ならではの、なんていうの、苦しみというか、個人だったらね、自分に入ってくるけど、 やっぱ、その、企業というか、親元が持っていくわけなので、そのお金は自分には1円も入らないんだけどね、っていうことをポロッとこぼしていて、コメント欄でも、あ、そうなんだ、そっか、そっか、っていう、あのー、そういう僕たちの知らない葛藤とか、苦しみがあったんだ、っていうのを皆さん感じておられて、なるほどな、っていうのはちょっと、あの、かい見えたんですけど。で、途中で何回か、あ、後半かな中盤かなで、 VR チャットとか終わった後に、私からのサプライズですって言って、一応ファン向けのね、サービスとして、この引退するときがもう3代目の衣装だったってさっきちょっと喋ったんですけど、サプライズとして、ちょっと静止画で準備画面を挟んで、その画面が開けたらですね、2代目の衣装、1個前の時のモデルがね、ミライアカリちゃんの 3D モデルで登場して、 一個前のモデルだよ、懐かしいでしょ、みたいな感じで。この時押してくれてた人への、あの、ファンサービスだよ、っていうことで。そのアバターでしばらく喋ってくれたんですけど。で、また、もう一回ね、三代目の衣装に戻って、<laughs> 本当は一代目、初代の衣装、もう着たかったんだけど、えー、っと、今の企業さんはね、その 3D モデルを持ってないんですって。つまり、引き継ぎがうまくいかなかったというか、まあ、 えっと、できなかったのかもしれないんですけど、その、親元が変わる関係でね、前の、えー、3D モデルの、多分、イラストをね、描いた方とか、モデリングしてくれた方の、なんかいろいろがあると思うので、その関係で無理だったのかもしれないんですけど、企業税であるっていう縛りがあるおかげで、最後の引退試合なのに、1、2、3代目の衣装を全部見せることができなかったと。そういうところやでってまで言ってて、<laughs> 面白かったんですけど、 だから、やっぱり、ちょっと繰り返しになるんですけど、その、自分は未来あかりっていうキャラでやりたいっていうね、あの、で、かつ自分の好きなことをやりたいっていう意思があったんだけど、その置かれてる状況とか、企業税であるっていういろんな縛りとかがあるおかげで、うんと、夢が叶わなかったというか、本当に自分がね、納得いく形で活動し続けることが難しいっていう判断を彼女はしたわけですよ。 それ英断だったなって思うんですけど、彼女自身,自身がね、決めたことですので、それは私は素晴らしかったと思うし、あと一個ね、配信機でね、すごい、この人好きだなって思ったのがね、えー、最後の方で、本当はやりたかったことがあったんだっていう話をしてて、主催イベントをやりたかったそうなんですって。未来明かり主催での、なんか、イベントをやりたかったと。 今まではなんかその招かれる側だったのかなちょっとよく知らないですけど、どっかの主催のイベントにゲストとして例えば入るとかいう風だったっぽいんですけど、自分の名前を,を主催というかメインにして、そういうイベントを開きたかったと。でもその夢が叶わなくて今日になっちゃいましたっていう風に悲しそうに言っていて。でね、それがさ、あのね、すごいね、本当に悔しそうだったの。 やりたいという意志がものすごい感じられる言い方で言っていたのがね、私はすごく印象に残って、何かっていうと、あの、未練を語れるっていうのはね、本当にやりたいことがあったからだと思うんですよ。なんか生半かななんかこんな、あれがやりたかったなでもできなかったははっていうのだったら、 本当にやりたかったのかってなるんですけど、彼女の言いぶりからするとね、結構怒りも入ってて、本当はこうしたかったのに、その企業税の縛りがあるから、こううまくはいかなかったんだっていう、なんか、やり残したことがあったもうこれ、今日以降はできないのにっていう怒りがこう持ってて、それはすごくね、彼女の生き様だな。それが現れている、その瞬間だって思ったので、ちょっとぜひね、アーカイブ、 もし今残ってたら UR、URL 概要欄貼っとくんで、そこだけ見てほしいと思います。いや、っていうぐらいすごい彼女の意志を感じて、すごい人として好きだな。未来明かりの、まあ、中の人っていうか <laughs>、彼女の人格として私は好きだなって思えるとこだし、それがね、んちょっと、まあ、一応クリエイターじゃないですか。私と同じ。私と同じって言ったら <laughs>、殴られそうなんだけど、ガチ勢にね。でも、私も、 何そのラジオを作ってるとかいう面では一応なんか配信してる発信者としてさ、クリエイトしてる身だし、そういうとこにあ未来あかりさんのあれを重ねたわけですよ。ってなるとさ、めっちゃかっこいいなと思って。クリエイターとして、すごい何そんだけ意志を持ってやりたいっていうことが彼女の中にあって、っていうのは、本当にこの人は真の,あのパフォーマーだったんだなっていうのを改めて感じました。だから、この配信さ、本当と2時間見ちゃってさ、 <laughs> あの、2時間あったら何でもできるわけよ。いろんな録音もできるしさ、編集もできたんだけど、あの、途中からさ、これ最後まで見ようって思ったんですよ。彼女が最後に何を言うのか、見届けたいなって思ったし、で、えー、っと、それ、配信見てるときは、まだこのラジオ、100回記念の雑談、何喋るか全く決めてなかったんですけど、あー、未来あかりちゃんの引退の配信の話したいなって、もうその時に決めました。 でね、最後何喋ったかっていうと、めっちゃ面白かった。あのさ、もう泣かしたいんだか笑わしたいんだかめちゃくちゃ分かんなくてさ、こっち感情ぐっちゃぐちゃなんだけど。えっ、ー、と、まあ、最後の最後ね、本当あと5分でこの配信が終わっちゃうと、もう皆さんと会えるのが最後です。もう悲しいです。悔しい。もう胸が張り、張り裂けそう。なんか切り裂かれるようだってすごい悲痛な思いを喋っていて。でね。<laughs> なんかさ、 <laughs> 遺言を喋り始めたわけよ <laughs>。死ぬわけじゃないんだけど、えっと、何回も言ってた彼女は、未来あかりこれでいなくなるわけじゃないから、消えるわけじゃないからって言ってたんだけど、でも、えっと、この同じ側、あの、外側ね、えっと、3D モデルとして、また復活するかはもうほんとからない。それが、ね、1年後になるか、10年後になるかはからないな。何とも言えないんだけど、まあ、私に会えない間、 えっとね、お墓を作ってほしいって言い出したんですよ <laughs>。しかもこれは、誰にとかじゃなくて、誰かこの配信が終わったら <laughs>、作りたい人が、あの、私の前方後円墳を作ってくれないかっていうふうにお願いしてて <laughs>。いや、お墓作ってってなんだよって思ってさ <laughs>。しかも私はまだ死んでないから、これは生前層になるんですけど、とか言ってて、いや、そういう問題じゃないから、とか思って <laughs>。 <laughs> で、そのお墓は何に使って欲しいかっていうと、その、私がね、えっ、ー、と、会えなくなった VTuber として、未来明かりに会えなくなった時に寂しくなった場合は、そのお墓のところに行って、ねえ、明かりちゃん、最近こういうことがあったんだけどさ、っていう風に話しかける、あの、場所ができますよ。まあ、お墓参りみたいなもんね。生前層だけど、お墓参りをする場所として、えー、誰か、お墓の、お墓じゃなくてもいいけど、なんか、モニュメントって言ってた。モニュメントを作ってくれ。 で、それは何個あってもいいんで、誰かお願いしますって言ってたのがめちゃくちゃ面白かったんですけど。<laughs> いや、だから今多分、その、3D モデルを作る人なんていうの造形師みたいな人がさ、な、な、何師っていうかわかんないんだけど、その作る人が多分今、前方後援軍を、ミライアカリちゃんの、いろいろななんか、デザインをちょっと残した前方後援軍を一生懸命作っておられるはずで、で、 あのもし作ったらその、いろんな人がお墓参りに来れるように、その何未来明かり前方公園ふんって検索したら、みんながお墓参りできるように、そのなだっけなツイートとかに URL ぶら下げといてねっていうふうに言ってたんで、多分今検索したらあると思うんですよ。<laughs> 誰か絶対作ってるから <laughs>。ちょっとその URL も貼 <laughs> れたら貼っときますね、概要欄。見てみてください。で そういう、あの、お願いが終わった後に、もう本当に最後の締めの挨拶に入っていくんですけど、あのー、未来明かりは、もう最高に可愛くて、最高にかっこいい VTuber ですと。で、それを見てくれるあなたも、もう最高に素敵な存在ですって、その、未来明かりと視聴者について言った後に、それは、一生変わらない歴史で、未来ですっていうふうに言いました。 そこがすごいね、めっちゃ貯めてたんですよ。だから、自分がその VTuber として輝いた歴史であなたがそれを見つけてくれた、それを好きだと言ってくれたあなたが素晴らしいっていうことそれは変わらない歴史で未来ですと。この先もそうだっていうふうに保証してくれるっていうのはね、これは未来あかりちゃんをさ、生きがいにしてた人にしてみたら、なんと救われる言葉だっただろうって、もう、 大変素晴らしいスピーチだと思いながら聞いてたんですけど、そしたらさ、その後にさ、こっちは感動してんのにさ、あかりは、この後、あの、引退して、えっ、ー、と、この姿で、みんなの、ね、前に現れることは多分、ないと思うんだけど、あかりはバーチャルだから、やろうと思えば、分裂したりできるんですよって言って、えなんか言い始めたと思ったらさ、分裂したり、例えば、稲になって生まれ変わったり、 風になったり、山になったり、場合によっては、あなたが今背負っているリュックサックにもなれる。だって、バーチャルだからって言うんですよ。おい、何言ってんだと思って。そこまでだったらね、100歩譲ってね、まあまあ、あの、明かり節が効いてるなって思うんだけどね。極めつきやばいよ。あの、例えね、えっと、そんなみんなには、あの、お願いしておきたいのが、明かりが例えば稲になったり、そのリュックサックになったり、 そういう存在になったとしても、愛してほしい。たとえそれが、えっ、ー、と、10万ポリゴンのおっぱいを持った、えっ、ー、と、ゴブリンだったとしても、<laughs> って言って。<laughs> もう、もうそんなに私、もう爆笑してさ、腹筋が痛くなりすぎちゃって。<laughs> めちゃくちゃ面しかった。なんで十10万ポリゴンのおっぱいを持ったゴブリンって。<laughs> 他にあっただろ、いっぱい。ゴムリンってなんで ?10 万ポリゴンのおっぱいも意味いるんからしは。めちゃくちゃ面白かった、そこ。もうそこも聞いてほしい。ほんと、爆笑だったんで。あは,はい。っていうねラ、ラストを飾りました、彼女はで。最後元気にバイバイって言って終わってて。 サンキューフォー for your, thank you for かっていう一枚絵が出て終わりましたけどはいっていうことがねあってなんかその未来あかりちゃんもそのやりたいこととかさ自分が好きなことを続けるっていうこととやっぱり向き合ったそういう一人だったんだなっていうのはありましたそんな彼女の最後を見届けられて私はね嬉しかったですで、もう一人 最近有名人がね、引退したんですけど、誰かお分かりですか芸能人とかじゃないんだけど、これはね、サトシです。アニメポケットモンスターの主人公、サトシ少年が、ついにね、26年の物語に幕を下ろしました。で、えーと、多分、どっちだろう。このラジオが出る前か後か分からないんですけど、えー、ポケモンの最終回をリアタイ視聴した回が、 そのううち上がるかもう上ががるるるかかもっててしと思いますのでその引退した最終回そのものについてはちょっと今ここでは喋りませんがでねえー、サトシ引退についてひろゆきさんのひろゆきのねあの西村ひろゆきさんの切り抜きをたまたまこの間見かけたんですけど視聴者からの質問で、えー、サトシが引退することについてどう思いますかっていうかなんで引退するんだと思いますか あのなんかポケモンが生きがいなのでサトシがいないポケモンなんて考えられませんみたいな結構ポケモンに思い入れのある視聴者さんからの多分お便りだったのかなでさあのサトシじゃないひろゆきが読み上げで、えー、とコメントに対して返信としてはねサトシが引退する理由としてはまあもう20年前から、えー、20年以上前からサトシっていうの主人公で どどんどん物語をやってきていて、うん、と今の若い人からするともう成長しきっっちゃっているとサトシはだから基本ゲームのコンセプトとしてもその草むらとかさなんかその辺ね山とか野生でいるポケモンを捕まえて、えー、強くなっていくっていう作品なんだけどサトシがもうチャンピオンにまで上り詰めてあの一回優勝してるんですけど、えー、のポケモンリーグっていうね最高の なんかリーグ大会でポケモンのなんかバトル大会で優勝したってるんですけどサトシってでもうその果てにその何サトシ同じサトシで物語作ろうとしたらえっ、ー、とあとはもう宇宙からなんか、えー、ポケモンがやってきたとか,なんかドラゴンボールみたいに規模がでかくなってきちゃうイ,インフレしてきちゃうみたいな意味で言っててねだからサトシを主人公にしていくのにはちょっともう無理があるんじゃないかと元々のコンセプトとずれるので 一回サトシの物語を終わらして、またゼロから、その野生のポケモンを捕まえてゲットしていくっていう、そのゼロの状態のトレーナーを主人公にするっていうのは、まあ今見てるちびっ子たちにも優しい、そのサトシがね、どういう経歴で歩んできたなんか、今のちびっ子は知らないから、一回物語として切って、その主人公たちのステータスをリセットするっていうのは適切じゃないか、妥当じゃないかっていうふうにお話しされていたんですね。で、これ、なんでしょう。 聞く人によっては、え、そんな冷たい言い方あるって感じるかもしれないんですが、私とても、なんだろう、正論だなというか、あの、あ、その通りって思って、納得したんですけど、ただ、私は、あれですよ、あの、がっつり、サトシ世代というか、サトピカ世代なので、その、どっちかといえばコメントをした方の、えっと、気持ちに近い方なんですけど、でも、ひろゆきさんの言ってたことには、かなり同意できるなと思っていて。で、 えーとただですねじゃあその今のちびっことかに響かないからサトシとかピカチュウの物語って意味がなかったのかあるいは意味がないのかっていうとやっぱそれは違うなと思っていて、まあ、全てをノスタルジーで語るのはどうかなって思うんですけどあのー、一個言えるなって思うそのサトシの引退をね通じて考えたのがあの誰かの継続というのは誰かの血肉に必ずなるなと思っていまして。 ついこの間、それこそさ <laughs>、えーとねあ、あ、あ、一緒の日かな未来あかりちゃんの引退配信と同じ日に、3月31日に、ポケモン音楽祭っていうのをやってたんですよ。サトシとピカチュウのポケモンの歴代の主題歌を全部なんかヒットソングメドレー的な感じでね、やってる番組とかあって、ポケモン言えるかなっていうね、曲とかを歌ってたんですけど、それって、えーと、私が小学生ぐらい。 ななん何年だったかな ?1997 年だったかな ?97 年発売のポケモンカードゲームの CM ソングとして最初は出てたんですけど、あのピカチュウ、海流ヤドラン、ンピジョンって言って、ポケモン151匹歌う歌なんですけど、それをね、今から歌いますっていう時に、その出てるゲストさんがさ、あの、俺たち世代の30代男子とかは全員歌えますよっていう風に言ってたんだけど、まあ、でもそういうことなんだよね。あの、 コンテンツが続いているから、そのポケモン言えるかなを、えー、今歌えますよって言える場がまずあるじゃんね。で、実際にそう言って歌える人が残っているっていう意味で、継続を続けるっていうことはなんか、その昔から今、ある地点からある地点への橋渡しをするっていうことだし、で、 その時に作ったコンテンツが誰かのその記憶に残っているとか、あるいは新しい創作のインスピレーションになっているっていうことだと思うんです。なんかあるじゃん。あの、ちっちゃい頃にポケモンに携わっていた人がさ、大人になってイラストレーターになって、で、がっつり本家ポケモンの作品、公式作品に関わるとかさ、なんかポケモンカードの、えー、とイラスト、絵師さんになれたとかさ、そういう風に携われたっていう例とかね。 たまに聞きますけど。でもそういうことじゃん。なんか、その作品があったから、これこれをやるきっかけになったって。これさっきの未来明かりの話とも被ると思うんですよ。その未来明りちゃんがいたから、VR チャットやろうと思って、あのー、3D モデルの勉強をね、始めたんですとか、えっ、ー、と、雑誌のライターやってますとかさ、そういう、なんか、どっか違う、全然違うベクトルの、そのクリエイターを生む、 話にもなってくるじゃんっていう意味で、まあ、佐藤氏はもちろん引退したんだけどそこまでの軌跡作ってきた歩いてきたプロセスが否定されたかっていうともちろんそうではないですし、まあ、未来あかりさんについてもそれは同じこととが言えると思うんですねそれをなんか今回2人の引退っていうのを、まあ、ほぼ同時期に目の当たりにして考えたっていうことではあります。 でねちょっと悲しいお知らせここで挟むんだけど、この間さ、ツイッターでさ、100回記念そろそろ到達するんで、よかったらお便りくださいって言ったんだよ。あ <laughs> のさ、ボカロ編のさ、えー、っと、アフタートークの時に喋ったんだけどさ、マジでお便り来んのよ、このラジオ。他のポッドキャストはね、結構来てるよ。100回も行けば。大概固定ファンはつくんだけど、 その固定ファンっていうのは、えっ、ー、と、あれね、お便りをくれる、お便りの固定ファンって意味ね。で、そういうのがついてるもんなんだけど、まあ、うちは今度ですよ。でもなんか、なんかな、なんでしょう。声を上げないリスナーが、一定数ていて、別にそれを否定するつもりはないんだけど。でね、それってさ、そこで、多分辞める人は辞めるんですよ。しらけちゃって。あ、つまんねえとか、何のためにやってんだってなって。 で、誰も聞いて、聞いてないというか反応がないんだったらやめちゃおうってなる人って結構いると思うんですね。それはなんだろう。もちろんモチベーションにも関わってくるし、うんと自分がね、その、作ろうって思う、うん、ガソリンとして、枯渇するみたいな、メンタル的にしんどいとかいうのはわかるんですけど、まあ、別にお便りさ、読むためにラジオやってるわけじゃないじゃん。<laughs> メインはさ、やりたいこと自分がや 面白いと思って、それを誰が面白いと思う,思う人がいるか知らないんですけど、好きなことを続けるってことじゃん、絶対。そこで途中でなえちゃって、やめたってならないことじゃん。ってのはすげえ思ってて。だから100回記念で、わー100回だ、みんな祝って、とかじゃなくて、通り道だから、みたいな。あの、冒頭にも言ったっけなんか通り道としか思ってないんで、みたいな。<laughs> 言ったと思うんですけど、マジでそうだと思ってて、その100回、 になった瞬間にちょっとレベルが上がるとかいう風に思うんじゃなくって全部地続きだから、まあ、100回ですね <laughs> みたいな <laughs> それは100回数重ねたらここにたどり着くわなでも次150があって200があるし遠くの方に1000があるからここで止まっとるわけにはいかんよなって言ってさらーっと見過ごすみたいなちょっとドライなところは必要なのかなって思っています まあ、そりゃ来たらね、来たで越したことじゃないんですけど、なんかそこで一気一遊しとる場合じゃないというか、そんなこと考えてる暇あったら次のやりたいことの台本書いてたり、あのネタ探しとかしてまとめてた方がよっぽど建設的だなって思うんで <laughs>。はい。あの、そういうのを思った回ではありました。今回がね。だからもう私の言いたいこととしては、うん、やめない。やめませんっていうことです。 しつこくしぶとく、どんなに聞く人が少なかったとしても、やめないっていうこと。私さ、まあ、もちろん、コメントが来たらさ、めちゃくちゃ嬉しいし、お便りが来たら、死ぬほど嬉しいんだけど、私それよりも結構モチベーションになってるのはね、聞く人がね、じわじわ増えてること。これ結構あるんですよ。私自分でさ、再生数稼ぎしたくないから、あの、めっちゃ初期はさ、 自分の動画とか、あの、昔 YouTube に出してた動画とかは自分で何回もミスがないかなっていうのも含めて見てたんですけど、もう最近ラジオとかさ、何本当に見てくれている人の数のデータを取っときたいから自分で聞かないようにしてるんですけど、YouTube も Spotify も最低視聴回数がちょっとずつ上がってきているというか、昔はさ、えっ、ー、とね、去年だね、だから去年のあれはね、最初の方は、 0回、視聴者、今日、誰も聞いてませんっていう日が、ほぼ毎日だったんだけど。最近さ、1日に絶対何回か回ってるからさ、ああ、今日もどっかの誰かが、なんかのエピソード聞いたんだなって思うと、まあ、それがたまたま再生しちゃったのかわからないね。ミスで再生しちゃったのかわからないんですけど、でもなんか、うん、気に留めてる人がいるんだなとか、どっかで誰かが、このラジオの再生ボタンを押したんだとか、 いうのを想像するるだけでで少しニヤッとできるときかね、あの続けるってそ,そういう人がついてきてくれる可能性を広げるってことだからそれはすごくモチベーションになっててだから本当聞いてくれるっていうだけで本当ありがたいんですけどなんかラジオってさお便りがあるとさ彩るじゃんやっぱりインタラクションというか。 その相互作用みたいなものがあった方がもちろん面白くねいろいろ料理できると思うんであれちょっと憧れちゃうのはあるんですけどまあでも聞いてくれる人がいるだけでありがたいんだなってことちょっとうぬぼれんなよっていうのを改めて感じているのでこれからもちょっとねあの自分のほっぺをパーンと引っ叩たて気を引き締めてやりたいなと思います次だから200回かなこの雑談200回記念で やる時の雑談も、まあ、多分お便り来てないと思うんですけど <laughs> あのまたその時ね喋るにふさわしいテーマを見つけて何かまた通過点としてだとは思うんですけど何か一つまた皆さんにお話しできたらいいかなと思っています。はいというわけでじゃあ最後に改めて今回を含めてこの「チャコラジ」なんでかわからないけど聞いてくださっている今。 耳を傾けてくださってるリスナーの皆さん、本当にありがとうございます。聞いてくださっているっていうその事実をあの数字としてね、日々ニヤニヤしながら眺めているので、本当にその再生がめちゃくちゃ励みになるので、今日もあなたの一市長が私にそのモチベーションとか作ってよかったみたいな形として作用しているので、ぜひ今後も 無理のない範囲で視聴していただけたら幸いです。まあ私は今のところ、その分裂したりね、稲になったり、10万ポリゴンのおっぱいを持ったゴブリンになる予定はないんですけど、はい。まあその日が来るまで、制作、ラジオ配信続けていきたいと思いますので、どうか変わりなくご筆記にしていただけると幸いです。そしてこれからも私の旅路を見守っていてください。はい。ということで、今回は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 ではまた101回目のエピソードでお会いしましょうバイバーイ最後までお聞きいただきありがとうございましたシャコラジでは引き続き皆さんからのお便りを募集していますお便りはツイートメールお便りフォームで受付中です詳しくはシャコラジの概要欄をご覧ください